どうも、本日はランニングで足が太くなってしまう癖というのを4つご紹介させていただきます。本日の動画最後まで見ていただくことによって、ランニングで足を細くしていきたいのに足が逆に太くなってしまう方は、本日ご紹介させていただく癖を4つ改善することによって太くなってしまう足というのを細くすることができますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。それでは早速ご紹介させていただきます。まずは1つ目、まず1つ目は足の着地する位置、着地する位置が体よりも前で着地をしてしまっている。この時かかとでもつま先でも体の前で着地をしてしまうことによって、走っている方向とは反対のブレーキがかかってしまいます。でブレーキがかかる時に負担がかかる筋肉が大腿四頭筋と呼ばれるももの前の筋肉です。ですのでランニング中に着地位置が体の前になってしまっている方は、常にブレーキをかけるような走りになってしまっているので、どんどんももの前の筋肉が太くなってしまいます。次に2つ目の癖です。2つ目の癖は地面を最後押し出す時、押し出す時に母指球やつま先のあたりで地面を押してしまっている。もうつま先でグッと地面を押してしまうと、ふくらはぎの筋肉がものすごく負担がかかります。結構ランニング初心者の方や僕のクライアントさんでも、母指球のあたりでしっかり地面を押した方がいいと思っている方が多いんですが、実はこの母指球で地面をグッと押してしまうと、ふくらはぎがどんどん太くなってしまうんですね。そして3つ目の癖が骨盤です。骨盤が後傾している。骨盤が後傾、つまり後ろに傾いてしまうと、自然と膝が前にいます。つまり膝が曲がったような姿勢になってしまいます。でこの膝が曲がった状態で走ってしまうと、足が着地している間、常にももの前の筋肉がぐっと力を入れて体を支えるようになってしまうので、骨盤が後傾することによって膝が前に出て、常に膝が曲がった姿勢で走ってしまっている。これが3つ目の癖になります。そして最後4つ目の癖、最後4つ目の癖はお尻が後ろに引けている。このお尻が後ろに引いてしまうことによっても膝というのは曲がってしまいます。ですのでお尻が引けた状態で走っている状態でも、この骨盤が後ろに傾いているのと同様に、膝が曲がった状態、つまりスクワットをしているような状態で走ってしまうので、ももの前とお尻がどんどん張ってきてしまいます。ですので4つ目の癖がお尻が後ろに引けているということです。ここまでのお話をまとめると、ランニングの時に足が太くなってしまう癖というのは4つ。1つ目が足の着地位置が前すぎる。2つ目が母指球、つま先のあたりで地面を押している。3つ目が骨盤が後ろに傾いて膝が曲がってしまっている。4つ目がお尻が後ろに引けてしまって、また膝が曲がってしまっている。この4つの癖を改善することによって、ランニングをすればするほど足は太くならずに細くなっていきます。ではこの4つの癖どのように改善していけばいいかというと、まず1つ目のポイント、足の着地位置が前すぎるということは、なるべく走っている時の意識は体の真下のあたりで着地をするように意識してみてください。まあ、実際に走ってみると体の真下ではなくて、体の真下よりちょっと前で着地するようになるんですが、意識的には体の真下で足を着地するように走りましょう。そして2つ目ですね、母指球やつま先のあたり地面をグッと押してしまっている方は、母指球のあたりではなくて内くるぶしと外くるぶしを結んだ線のちょうど真ん中の足裏、まあ、そこがうなと言われているところなんですが、そのうなでしっかり地面を押しましょう。でそのうなで地面を押すことによって、ふくらはぎの筋肉ではなくてしっかり骨で地面を押して体を前に進めることができるので、筋肉に負担をかけずに体を前に進めることができます。で母指球のあたりで地面を押した方がいいと思っている方というのは、捉え方が間違ってしまっていまして、実はこのうなというところでしっかり地面を押すことによって、足が地面から離れていくときに母指球の方に抜けていくというようなイメージです。ですので母指球で押すのではなくて、最後地面を押した後に母指球から抜けるというのが正しい表現になります。ですので地面を押して体を前に進めるときは、母指球ではなくてうなというところで地面を押しましょう。そして3つ目はですね、骨盤が後傾してしまっている場合はしっかり骨盤をグッと起こしましょう。で骨盤が後ろにこう傾いて腰が丸くなっているような走りをしている方は、少しわざとらしくでもいいので骨盤を前傾させて腰を少し反らせるような形、この骨盤を前傾させて腰を少し反らせるような形を取ると、膝が後ろに行って膝が伸びるような形になります。そして4つ目はですね、走っている時に腰が引けてしまっている方というのは、股関節を前に押し出す意識を持つことによって、お尻が引けずにしっかりとこの股関節が膝の上に乗ってくれるので、膝が曲がらずに走ることができます。股関節の意識がなかなかしにくい方というのは、このお尻の横に手を当てていただくと、なんか骨が出っ張っている場所があります。そこが大天使と言われる場所なんですが、その奥に股関節があるので、股関節が意識しにくい方はこの大天使を触っていただいて、その骨がしっかり前に押し出されるような意識で走るということを心がけてみてください。
ですので足の着地位置を体の真下で着地するように意識する。そして地面はしっかり砂というところで地面を押す。そして骨盤を少し前傾させて腰を伸ばすような形で走る。で走っている時はこの大腿四、股関節ですね、股関節を前に押し出すような意識で走る。この4つをしっかり意識することによって足は太くならずに細くなる走りができるようになります。本日は足の着地位置が前すぎる走り、母子球で地面を蹴ってしまっている走り、骨盤が後傾している走り、お尻が後ろに引けてしまっている走り、この足が太くなってしまう走り4つと、この4つの癖を修正した走りっていうのを合計5つの動画撮っていますので、ぜひ見比べていただければと思います。体の前に突き刺すように着地するとブレーキがかかり、太ももの前が太くなります。母子球を使って地面を押し出すとふくらはぎに負担がかかり、ふくらはぎが太くなります。骨盤が後傾すると膝は曲がり外を向きやすくなるため、太ももの前や太ももの外側が太くなります。腰が引けると膝は曲がり、お尻やももの前が太くなります。重心は高く、股関節で地面を押しているため、ももやふくらはぎが無駄に力みません。はい、ということで実際に5つの動画を見比べていただきました。もしランニングをしていても足がなかなか細くならずに逆に太くなってしまっている方というのは、この4つをしっかり意識していただくことによって今よりも確実に足が引き締まっていきますので、ぜひ試していただければと思います。ということで本日も動画をご覧いただきありがとうございました。もしよかったらいいね、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。